マリサが送る滅びの世界史のコーナー。滅び、悲しす、やっぱり、悲しす。今回は史上初めて朝鮮半島を統一した国、新羅の滅亡、についてやっぞ、ほらやっぞ。朝鮮半島は長い間、様々な国が乱立する時代が続いていた。そういった分裂時代に終止符を打ち、676年に初めて朝鮮半島を統一したのが新羅という国である。新羅はいつ頃からある国なんだい？新羅にも高句麗や百済同様、建国神話がある。1145年に成立した朝鮮半島の歴史書、三国志紀によれば、新羅は紀元前57年に成立した。随分昔からあったんだね。慶州と呼ばれる地域に、かつて6つの村があった。ある日その中の一つである皇居村の村長が、林の中で馬がいな鳴いているのを発見した。ひーん。馬のいな鳴く方へ向かってみると、大きな卵があり、中から幼児が現れた。桃太郎もびっくりな展開だ。6つの村の人々はこの子を大事に育て、やがてこの子を王とした。この子供こそが、新羅の建国者である牧格巨星である。高句麗の建国者も卵から生まれていて、百済の建国者はその次男だったね。どういうわけか朝鮮半島では乱世神話が一般的だ。この点、新羅の鳥信仰が大きく影響しているのではないかという意見がある。新羅では鳥が信仰されていたのかい？そのようだな。じゃあ卵から生まれるのは神聖なことだったんだね。以前の動画でも触れたが、三国志紀が編纂されたのは1145年のことだ。つまり新羅が朝鮮半島を統一したよりも後の話となる。高句麗や百済の建国神話は、新羅の建国神話の影響を受けているのかい？そうだとは言えないが、そうでないとも言えない。それぞれの建国神話が、いつ、作られたかは未だに謎なんだ。この話は作られたのではない、事実なんだ。なお、卵はヒサゴほどの大きさであり、ヒサゴのことを、僕、というため、僕格巨星となったのだという。この国では、王号、も、帝号、も使わず、君主は、巨星冠、という号を使用したため、格巨星冠とも呼ばれるな。北方民族が使っていた、河岸、の名称に似ているかな。モンゴル高原からさらに東に民族が移動したという説もあるが、朝鮮に住んでいた人々と北方の騎馬民族との関係はよくわかっていない。さて、牧格巨星は国を建て、ソナボルを国号とした。新羅、ではなかったんだね。以上が新羅の建国神話だが、2022年現在、世界史の教科書では、新羅を4世紀半ば以降の国と記述している。建国神話とは400年近くも開きがあるね。さすがに卵から人が生まれたとする神話を歴史的事実とするわけにはいかないぜ。建国神話は事実なんだ。次は中華側の記録を中心に新羅の成立を見ていこう。中華側の記録によれば、周が殷を打倒した後、殷の最後の帝である、秦の叔父にあたる騎士が、騎士朝鮮を建国したという。騎士朝鮮に関しては、存在が実証できず、朝鮮半島側はその存在に強く反発している。詳しくは、古代朝鮮の滅亡、を見てね。存在が確実視されているのは英氏朝鮮以降で、漢の武帝は英氏朝鮮を滅ぼし、洛陽軍など朝鮮四軍を置いて朝鮮半島を支配した。しかし、漢による支配が朝鮮半島のどの程度まで及んでいたかは今でもわかっていない。北部に限定されていたかもしれないんだよね。中華側の資料である五漢書によれば、朝鮮半島の漢江以南には漢族と呼ばれる人々が住んでいた。いわく漢は3種類存在し、それぞれ馬漢、弁漢、新漢といった。馬漢には54の国があり、弁漢と新漢にはそれぞれ12の国があったという。最も多い54の国を擁する馬漢が3漢を支配しており、馬漢は英氏朝鮮の移民が支配したという。英氏朝鮮の創始者である英漫は、漢民族の出身だったね。中華帝国側は、あくまでも朝鮮半島は中華の一部であるとしたかったのだろうな。一方朝鮮半島側はこの史観に反発しており、両国の歴史観は平行線だと言える。
歴史間のぶつかり合いは世界中で深刻な問題を引き起こしているよね。ウクライナの問題なんてその代表例だと言えるな。詳しくはウクライナの近現代史を見てね。さて、三冠のうち最も東方にあった新冠はサロ族が中心であり、12の部族が形成されていたという。サロの12部族、中華側の資料によれば、馬漢と新漢は互いに違う言語を使用していたようだな。どう違っていたんだい？残念ながらそれを知ることはできない。古代における朝鮮半島南部における資料はほぼないに等しく、何もわかっていないような状態なんだ。三国式に頼るしかないわけだね。三国式によれば、新羅は代々国家巨星の子孫が君主を世襲した。その過程で漢の拠点である洛陽軍や倭国人とも交渉があったようだな。倭国の拠点が朝鮮半島南部にあったかもしれないんだよね。また新羅では国名や君主号が一定ではなかったようで、国家巨星の息子は南海ジジリュウと呼ばれ、ジジリュウとはシャーマンを表す号であると考えられている。神権政治だったということかい？古代世界においては神権政治でない国の方が珍しかったぐらいさ。あの古代ギリシアでさえそうだったんだもんね。南海ジジリュウは娘を奪回に資金という賢者に嫁がせ、この人物が後に新羅の指導者的地位につくことになる。名前が全く覚えられない。コウクリやクダラは中華式の送り名で歴代の君主を呼んでいるからな。そういえば最後に王がついていたね。コウクリとクダラは建国神話を共有し、共に中華式の制度を引き継いだものとみられるが、新羅はしばらくは独自の制度を運営していたようだ。だから君主名も聞いたことがないような感じなのか。新羅が中華式の送り名で君主を呼ぶようになるのは、6世紀に入って以降の話となる。それまで君主号は、西金、や、マリツカン、などを用いていたようだな。他では聞いたことがない君主号だね。ちなみに新羅の4代目の君主となった奪回西金にも、卵から生まれたというエピソードがある。卵から生まれるのは新羅の伝統。奪回西金の姓は、関、と言ったようで、しばらくは関氏が新羅の君主を世襲した。牧師から関氏に移っていったんだね。しかし13代目の君主である未数西金は、金という姓を持った金氏の出身だったようだ。金も僕も非常に多いイメージがあるね。未数西金は11代目君主の娘と結婚しており、くだら相手に戦いを優位に進めていたようだ。その後一旦は関氏が君主になったものの、17代目からは金氏が新羅の君主権を世襲するようになった。17代目の時点で、西暦で言うとどれぐらいのことなんだい？17代目の名持に資金が即位したのが、356年のこととされる。4世紀の半ばだね。大砲軍が壊滅したのが314年のことで、さらに377年に河北に勢力を持っていた前進への献死が記録されており、4世紀半ばには確実に国が存在していたであろうという判断なんだろうな。中華帝国への献死が重要視されたわけか。中華側の拠点である大砲軍が壊滅した時の新羅の君主は、吉海西金という名だった。この人物は関氏の出身で、かつ関氏最後の新羅君主となる。関氏は断絶してしまったんだね。そして君主権は先ほども触れた金氏の名骨西金に引き継がれたのである。この人物が377年に前進に使者を送ったことが、新羅という国が世界史に出てきた最初であるとされる。確実に存在したと言える時点なわけだね。このあたりは中華において花王朝の実在が不明で、確実視される因からを世界史では中華歴代国家の始点とするのと同様だと言えるな。因は隠居という遺跡が発見されたけど、花王朝の遺跡はまだ発見されていないもんね。新羅も存在が確実視されるのが377年の献史だからな。だがそれよりも以前に存在はしていたと考えられ、4世紀半ば、という表現になったのだろう。このあたりはくだらと似たような状況だね。また国名もかなりあやふやだったようで、時にはサロやサラといった国号を用いていたようだ。新羅という国号に定まるのは、第22代目の君主と呼ばれる智将マリツカンの時代で、6世紀に入ってからのことだったようだ。
随分経ってからだったんだね。自称魔律官の次の君主は、奉公王と呼ばれる。あれ？王？奉公王は中華式の律令制度を新羅で整備した人物で、あらゆる制度を中華式に改めたようだ。送り名もその一環なわけだね。この時期新羅は百済と同盟を結んでおり、共に南朝の領に朝貢をしていた。南朝の領は漢民族国家だね。だがこの百済との同盟は、加谷諸国をめぐって対立することになる。高句麗、百済、新羅以外にも朝鮮半島には国があったんだよね。奉公王は532年に加谷諸国の一国である金冠国を滅ぼした。それ以降新羅は加谷諸国を次々と併合していくのだが、同じく加谷を狙っていた百済との対立が深まるのである。隣国同士が仲良くするのは難しいよね。また奉公王は新羅に本格的に仏教を導入した人物としても有名だ。仏教の公認は528年のことで、伝承によれば新羅国内では大規模な反仏教運動が起きたが、イチャドンという僧が殉教したことによって、新羅では仏教が公認されたのだという。中華でも大規模な廃仏運動が起きたよね。三部一僧の法難、と言って、定期的に仏教弾圧政策が取られるな。新羅では特に保守的な貴族の反対が強かったようだ。新羅には貴族がいたんだね。奉公王が540年に亡くなると、その孫にして、老いでもある新皇王の時代となった。なんかいろいろややこしいね。新皇王は奉公王の弟の子であり、また奉公王の娘の息子でもあるのだ。新皇王は奉公王の路線を引き継ぎ、改革をより一層進めた。この人物は高句麗と百済の争いに乗じて領土を拡大し、各地に巡視費と呼ばれる碑文を残している。新羅の征服王だね。結局加谷諸国はほとんどが新羅に合併され、朝鮮半島は文字通りの三国時代に突入した。新皇王の治世は576年まで続き、その5年後にあたる581年には、隋によって再び中華が統一されたのである。詳しくは、魏晋南北朝時代の終焉を見てね。隋は598年に高句麗遠征を刊行し、このことが朝鮮半島の情勢を大きく変えた。隋は4回、その後に中華統一帝国となった唐は3回の高句麗遠征を実施。その間高句麗は中華側の防備を固めていたが、南方に対する防備は自然おろそかになった。両面戦争をする余裕はないだろうからね。隋による4度の高句麗遠征は、新羅の新平王の時代に行われた。新平王は新羅を拡大させた新皇王の孫で、その路線を継いで国内の官化を進めた人物だ。隋と高句麗の戦いが激化するにつれ、新羅と百済の戦いも激化し、新羅はさらに高句麗との関係も悪化した。新羅は朝鮮半島内の両国と仲が悪くなってしまったんだね。その結果、新羅が中華帝国である隋との関係を強化したのは自然な流れであっただろう。高句麗は隋を撃退しては新羅に侵攻し、次第に高句麗と百済が接近していく状況で、新羅は朝鮮半島内部で孤立するようになる。そして高句麗遠征での失敗も原因となり、隋は618年に滅亡してしまったのである。詳しくは、隋の滅亡、を見てね。新羅は続いて中華統一帝国となった唐との関係を強化した。そして新平王は632年に亡くなってしまうのだが、男の子がおらず、その娘である前徳女王が即位したという。父でもある先代新平王は624年に、唐より楽浪軍功、新羅王、を釈放されており、前徳女王もその位を引き継ぐことができた。百済はこの時唐から、大宝軍功、百済王、を釈放されていたね。642年、新羅は百済との戦いで40を超す城を陥落させられ、さらに高句麗からの圧迫も受けた。かなり危機的な状況だね。その上国内では反乱が起こり、その鎮圧中に前徳女王が亡くなってしまう。この危機的な状況で登場したのがブレツ王であった。前徳女王の子かね？いや、第24代の新皇王の血を引く子孫であったようだ。つまり王族だね。この人物は幼き日を人質としてはの国で過ごしたようで、前徳女王が崩御すると唐に使者として出向いた。
王自ら使者として出向いたのかい？ちょっと表現がややこしかったが、この人物が王として即位するのはもう少し後の話だ。なので本名である金春秋と言った方が良いのかもしれない。そういう理屈か。金春秋による外交政策は、朝鮮半島の歴史を大きく変えたと言える。先ほども触れたように、この時点では新羅も百済も唐の作法体制の内側にいた。しかし金春秋は唐と手を組み、百済を攻撃する作戦を立てたのだ。百済からすればね、耳に水な話だね。655年、新羅は百済と高句麗の連合軍に敗れ、33の城を陥落させられてしまった。そこで唐に援軍を求めると、唐は13万を号する大軍を百済に差し向けた。とんでもない数の大軍だ。武烈王となった金春秋は、金由信という人物を司令官に、5万の兵を持って百済に攻め寄せる。百済の名将開白は5000の兵を持って新羅の侵攻を防いだが、多勢に無勢、660年に滅亡してしまった。詳しくは、百済の滅亡、を見てね。百済の残党は和の国と結びつき、新羅、唐の連合軍との間に白月の絵の戦いが起こった。百済の残党軍はまとまりがなく、仲違いをしている間に包囲され、白月の絵の戦いは新羅、唐連合軍の勝利となった。その後、李石を総司令官とした唐の軍団は、668年に高句麗の首都である平壌を落とし、高句麗も滅亡してしまう。詳しくは、高句麗の滅亡、を見てね。共通の敵がいればまとまるが、共通の敵がいなくなれば敵対する。この法則を押さえておくだけで、世界史は格段に理解しやすくなる。毎回のように見るパターンだね。新羅と唐の対立の火種は、百済を攻めていた時からすでにあった。百済側の名将開白の奮戦もあり、新羅は唐軍との合流に遅れてしまったことがあった。今みたいに通信網が整備されていたわけでもないしね。唐の司令官である蘇貞鳳は新羅軍に対して高圧的な態度をとり、新羅側の責任者を切ろうとした。大きな組織に属している人間にありがちな態度だね。属している組織の大きさを自分の実力と勘違いするタイプの人間だな。新羅の総司令官であった金由信は、唐側の態度に憤り言った。大将軍は鉱山での激戦を知らないからそのような尊大な態度が取れるのだ。遅れたことで罪するというならば、私も同罪で恥ずかしめを受けることになる。それなら我が軍は唐と決戦し、しかるのち百済を破らねばならない。かなり強気な発言だね。唐は高句麗遠征が目的なので、新羅と戦うことはないと見越しての発言ではあるだろうがな。百済を滅亡させた後、唐は百済の王族などを捕虜として帰国した。そして高句麗遠征の準備をしたわけか。唐の狙いも新羅の狙いも明白であった。唐は朝鮮半島を支配下に置きたく、新羅もまた同様であった。唐はあれだけ広いのにまだ領土が欲しいんだね。唐は百済の本拠地があった場所に有心と徳府を置き、さらに新羅にも競輪台と徳府を置いた。競輪？新羅の牙王だという。先ほども触れたように、新羅は鳥を信仰の対象としており、そのような牙王になったのだという。でも、新羅が健在なのに、唐は新羅に競輪台と徳府を置いたのかい？唐の側の意図がありありと出ているな。そして高句麗を滅亡させると安東と呉府が置かれ、摂人鬼という唐の将軍が総督となった。朝鮮半島を直接支配下に置く気だね。唐は西域に安西と呉府を置いている。黄河流域を中心とした中華思想の体現。世界の中心は中華であるという思想だね。朝鮮半島における安東と呉府は、その具現化と言えた。そして高句麗が滅びるより少し前の661年には、新羅の武烈王が崩御していた。新たに新羅王となった武烈王の息子である文武王は、白月の絵の戦いで百済残党を壊滅させ、唐の高句麗遠征に協力した。その結果唐の支配を受けることになってしまったんだね。いや、新羅は黙って唐に支配されるような国ではなかった。どうするんだい？戦うのかい？新羅は亡命してきた高句麗の王族を保護し、670年にはなんと高句麗王として擁立してしまったのだ。どうしてそんなことをしたんだい？
党が占拠している旧航空利用を取得するためさ。これによって党と新羅の間で戦争が起こることになる。あの強大な党相手に戦うというのか。新羅は電光石火のごとく旧百済領を奪取し、80の城を陥落させたという。奇襲に近い形だね。おそらくはかなり前から準備していたんだろうな。新羅は瞬く間に旧百済領を併合してしまったが、当然党はこの行動に対し怒り狂った。何せこの時党の実権を握っていたのは、史上最強の女帝側転武功だ。子供や孫さえも平気で殺すあの側転武功か。白月の絵の英雄とも言える竜神旗が指揮を取り、新羅軍は大敗してしまうことになる。文武王は党に謝罪のための使者を送り、この戦争は幕引きとなった。文武王の命はあったのかい？長年の航空遠征で疲弊していたためか、文武王は許されたようだな。しかしその後新羅は再び党に攻撃を仕掛け、676年にはついに党軍に大打撃を与えることに成功した。党は航空利を滅ぼすために3回も出兵していたね。党は有心と徳府と安東と呉府を両党に移し、朝鮮半島からは撤退することになる。党って結構対外的に敗戦が多いよね。751年にはタラスカ藩の戦いでアッバース朝イスラム帝国にボロ負けしているしな。ちなみにだが、ほぼ同時期の670年には、チベット系国家である吐蕃が安西吐蕃を攻めており、党は二面戦争を強いられていた。東西の吐蕃が同時に戦争していたのか。文武王は高句麗の維新や百済の維新と手を組み、対立していた三国が初めて共同して中華帝国に立ち向かった形となった。共通の敵ができるとまとまる。こうして朝鮮半島は一つの国のもとにまとまった。文武王が死ぬと、その息子である新文王が新羅王の地位を継ぐことを党は許している。党は朝鮮半島の支配を諦めたか。航空利を滅ぼしたことで満足した面はあったんだろうな。隋が滅ぼせなかった国を滅ぼしたわけだからねー。それに新羅は党の年号を使い、その作法体制の内側にいた。党の権威そのものは守られていたわけか。新文王は即位するや王族などを大量に粛清し、独裁的中央集権体制を築いたようだ。また、国内を大きく9つの州に分け、副都政と呼ばれる政体を敷いた。何かね、それは。旧航空里、旧百済、旧茅野の地に、それぞれ合計5つの省庁を置いて支配したのさ。そしてそれらの省庁には中央政府から官僚が送られ、中央集権体制が築かれたわけだ。新羅の中央政府が旧各国を支配する体制が築き上げられたわけだね。党の律令体制に倣って様々な制度が整備され、より一層官化が進んでいったという。周辺民族を次々と官化させていくのはすごいな。領土が広くなればなるほど高度な統治制度が必要になるからな。その制度を独自で整備するより、すでに完成されたシステムを導入した方が早い。そういえばゲルマン民族も結局古代ローマのシステムを導入していたね。新羅の歴史は上代、中代、下代の3つの時期に分けられる。上代は僕閣巨星の建国から全徳女王の次の代の、新徳王までの28代を指し、中代は武烈王の即位した645年から、慶徳王の崩御した765年までを指す。765年に何か起こったのかね。一言で言えば衰退期に入ったのさ。慶徳王の治世期に、新羅はかなり大規模な飢饉に見舞われたそうだ。飢饉はとても苦しいね。そのような状態であるのに、慶徳王はかなり大規模な土木工事を行っていたようで、国力はかなり疲弊してしまっていたようだ。領の東西を問わず、大規模な土木工事は国力を大きく衰退させるよね。そして高句麗民による渤海の建国も新羅を大いに圧迫した。新羅の文武王は高句麗の王族と自らの妹を結婚させ、高句麗王族を内側に吸収していったが、渤海もまた高句麗の後継国家であると主張した。つまり両国とも旧高句麗領を自領であると主張したいわけか。721年には新羅が長城を建設し、両国の間には緊張状態が続くことになる。秦の滅亡の原因の一端が万里の長城建設だったね。
下代の開始とされる慶享王の治世には、合計6度の反乱が起きた。それはあまりにも多すぎるね。慶享王は即位時8歳。即位4年目の768年に最初の反乱が起きて以降、国内の貴族たちの反乱が相次いだ。6度目の反乱で慶享王は殺害され、王を殺害した人物が新たに宣徳王となった。ひどい三奪だ。ちなみに宣徳王もまた新羅の王族である金氏の出身で、6度目の反乱は王族内によるクーデター的性格が強かったようだ。そして以降新羅の中央政府では、このような武力による三奪が頻発するようになる。絵に描いたような衰退の仕方だ。宣徳王は三奪の5年後、子供のないままこの世を去った。そして新たに元成王が即位するわけだが、この人物は王家直系からはかなり離れた王族であったようだ。でも王族ではあったんだね。元成王が799年に死ぬと、すでに息子は死んでおり、孫の小成王が即位した。しかしこの人物は在位2年目に死んでしまい、その子供である愛宗王が即位した。この人物は最終的に叔父に殺され、その叔父が新羅の建徳王となるのであった。中華式の律令制度を取り入れたからかはわからないけど、中華の歴史に似てきたね。圧倒的権力が集中する中央集権型国家では、どうしても君主権をめぐって一族同士が争うようになるのだろうな。建徳王は唐にたびたび調降したようで、唐で反乱が起きた際には援軍を送っている。新羅と唐の戦争から100年以上が経っているもんね。一族同士で争いすぎたせいか、新羅の王権はこの時点でかなり弱体化してしまっていたみたいだな。なので唐の後ろ盾が欲しかったのだろう。実際にこの時期には大小合わせていくつかの反乱が起きていたようだ。よろしくない状態だね。中でも822年に金賢章という人物が起こした反乱は、国家の屋台骨を揺るがした。この人物は王族の出身で、長安という国号を用いて独立を宣言したのだ。長安独立戦争の開幕じゃ。この宣言に4つの州の都督が呼応したのだが、反乱自体はなんとか鎮圧できた。長安独立戦争の閉幕じゃ。この反乱は主に旧百済領で起き、旧百済領の大半が反乱に参加した。建徳王は反乱に参加しなかった地域の税制を優遇したのだが、これが地方勢力の台頭を招いたと言われている。税制が優遇されればその地域は発展するもんね。結局地方において反乱が頻発した。建徳王の孫である高徳王が836年に死去すると、王位をめぐって王族たちの争いが起こった。このパターンはピタゴラスの定理以上の頻度で見ている気がする。その結果貴公王が新羅の君主となったが、内乱状態を収めることはできず、この王は自ら命を絶ったという。そして次の敏愛王は在位中に殺害された。これはもうダメかもわからんね。そして神武王が即位したが、即位2年目に病死。その息子である文政王が新羅の君主となる。誰が誰だかわからないまま消えていく。一応この辺りの時代の君主は第38代目の元成王の子孫たちだ。その人物が誰だったか思い出せない。文政王の時代、中央の貴族たちは自分たちの利権にしか興味がなく、地方の勢力は力を伸ばしていっていた。まるで五冠末期の中華のようだ。それでも文政王は唐から新羅王を釈放され、19年もの間王座にいた。文政王が死ぬとその異母帝の建安王、その娘婿の慶文王と君主権が移っていった。慶文王の時代、大規模な飢饉や疫病、洪水などが続いた。これは苦しい。中央貴族の反乱も相次いだが、それでもなんとか鎮圧には成功したようだ。しかし新羅の後ろ盾とも言える唐の衰退もあらわになり、次の建康王の時代には高宗の乱が起こった。唐ももうすぐ滅亡か。このような状況の中で新羅は求心力をなくし、新羅には事実上の独立勢力ができ始める。そして901年には九衛という人物が五高栗を、892年には賢賢という人物が五百済の建国を宣言したのである。それぞれ昔あった国の名だね。五高栗を建国した九衛は、もともとは新羅の王族だったと言われている。
しかし何らかの理由で僧侶となり、その後はヤンギルという人物が起こした反乱軍に加わっていたようだ。よくわかっていないんだね。この反乱は次第に大きくなっていき、朝鮮半島中部で大きな勢力を形成するようになる。その中にあって旧英は頭角を現していき、反乱の首領であるヤンギルの娘をめとるなど、反乱軍の中で実権を握っていくようになった。そして反新羅の勢力をまとめ上げると、国号を高句麗とし、独立を宣言したのである。高句麗の復興を宣言したのかい？国号は同じだが、世界史では区別をするために、五高句麗、と呼んでいるわけだ。前身や後身なんかと同じような感じだね。でもどうして高句麗を名乗ったんだい？高宗の乱が起きたからだろうな。すでに唐の命運が風前の灯火であることは周辺各国にもわかっていた。高句麗は最後には負けてしまったが、6度も中華帝国を撃退した強国だ。高句麗の存在を誇りとする人々も多かったのか。それに、反新羅勢力をまとめるのにこれ以上の旗印はあるまい。901年、五高句麗は海上を都とした。しかしその建国者である旧英は、五高句麗から追放されてしまうことになる。何がどうなってそうなったんだい？ある人物によって追放されてしまうのさ。ある人物とな？王権という人物さ。その名前って？一方かつて百済があった場所には、五百済ができた。こちらは権現という人物が建てた国で、百済の復興を宣言したのであった。区別するために五百済と呼んでいるわけか。朝鮮半島は再び三国に分裂したため、この時代を五三国時代、と呼ぶこともあるな。この非常とも言える事態に、新羅の第52代君主である、高鏡王はまるで対処ができなかった。高鏡王は現実を逃避するかのように叫びたりになり、新羅の領土は侵食され続けた。これはもうダメなパターンだね。人間は問題に直面した時に逃走か逃走を選ぶというが、高鏡王は逃走を選んだようだな。高鏡王は912年に崩御し、新たに牧師出身の新徳王が新羅の君主となった。牧師って建国者の一族だよね。新羅の建国者である牧格巨星の子孫らしいな。新羅はまだ国としては存続していたが、すでに朝鮮半島の主役ではなかった。917年、新徳王死去。そして翌年にあたる918年に、五高句麗で旧英が追放されている。一体何が起こった？王権を中心に、何人かの有力者が旧英を権力の座から追い落としたらしい。こうして王権は五高句麗の実権を握るが、高句麗や五高句麗と区別するために、王権の五高句麗は次のように呼ばれるようになる。高麗。実はこれより遥か以前から、高句麗は高麗、と呼ばれていた。なんとなく響きが似ているなとは思っていたけれど、王権は即位と同時に国号を正式に高麗、としたようだな。高麗、新羅、五百済は、朝鮮半島の覇権をめぐって激しく争った。命運の突きかけていた新羅は高麗と結ぶことでなんとか生きながら得ていたが、927年には新羅の敬愛王が、五百済に首都を強襲されて死亡。935年、その後を継いだ慶順王は高麗に降伏し、新羅はその歴史を閉じたのである。王新羅を滅びてしまうとは。その後、五百済が936年に滅び、朝鮮半島は高麗が再び統一することとなった。中華帝国統が滅びてから、約30年が経った時のことであった。詳しくは、唐の滅亡、を見てね。高麗についての話は、また別の機会にするとしよう。それまでチャンネル登録して待っててくれよな。チャンネル登録していってね。